はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。なんか最近このワンダリングルフィッシュがちゃんと言えないことが多くなってきてしまっているんですが、まあそれはさておいて、今回はですね、シンギレンの野望とオズルウォーズ、まあこれをね 120% 楽しむための予習ということで、ちょっとねお届けをさせていただきたいというふうに思っています。まあそんなのはいいからさっさと本編プレイしてよというね、言葉もあるかなと思うんですが、まあ、今回はね、ちょっとお付き合いをいただければと思います。で、ドズルウォーズのコンセプトはですね、予告編ご覧いただいた方はね、もう、ご承知いただいている方もいらっしゃるかと思うんですけども、戦場に散っていったジオン将兵たちが、まあ、ドズルのピンチに、黄泉の国から舞い戻ったというコンセプトで、まあ、介入させていく。歴史介入ポイントを使って、ジオンの将兵たちを参加させて、ドズル中将親衛隊を作るというところから物語が始まっていくということになっていますので、今回はですね、その、ドズル親衛隊に、まあ、入る、ジオンの将兵たちをご紹介していきたいなというふうに思っています。まあ、ちょっと全部はね、難しいので、一部、今回ピックアップして皆さんにご紹介をしていきたいと思います。これでね、楽しんでいただければな、というふうに思っています。では、早速、紹介していきたいと思います。まず、最初はですね、ガルマですね。やっぱりガルマ。でガルマは、今回の、ドズル、親衛隊の隊長ということで、もちろんね、ザビ家、一党の、末弟ガルマなので、今回の、まあ、中心的役割を担ってもらおうというふうに思っています。で、画面の左上に能力値出てますけども、ガルマ自体はですね、識力、求心力育てればかなり高くなります。で、スキルは親の七光。これ、ガルマしか持ってない唯一のものなんですけども、功績値がプラス 60% と。あと、秘めた才能で取得経験値もプラス 40% になるので、成長は早いというふうに思っています。で、今回、そのガルマが登場する機体。これはですね、歴史介入ポイントをふんだんに使って、ビグザム、ザビケ仕様。これをね、ガルマに、操ってもらおうかなというふうに思っていますので、このガルマをね、隊長に据えた、ドズル親衛隊の戦いを皆さんにご覧いただきたいというふうに思っています。まあ、その他のね、能力も、人心掌握にカリスマと、いうことで、まあ、かなり使えるスキルがついているのが、この、ガルマになっています。で、続いてはですね、コンスコン。まあ、ドズル親衛隊も当然ね、艦隊運用をしていく上では、戦艦のね、まあ、艦長、必要になるということで、まあ、その艦長の役割として、このコンスコン入ってもらいます。で、コンスコンはですね、登場機ティベ、チベじゃなくてティベですね、乗ってもらいます。で、コンスコンの顔の横に能力値マックス時のものを出してる。ちょっと小さいんですが、敷地は最高82まで伸びるということで、強いんですけど、それ以上にですね、これ攻略校舎、スキル、ついてるんですけど、これ、指揮範囲内部隊の攻撃命中率がプラス 30%。これ、かなり強力ですね。これが、コンスコンの場合、敷地範囲、指揮範囲がすごく広いんで、かなりの部隊が、この攻撃命中率プラス 30% の恩恵を受けられるという、このコンスコンです。で、続いては、ランバラル。で、ランバラルはね、能力も全般的に、はっきり言って最強クラスになります。で、今回ランバラルは、今のところですね、ドムに乗せようかなというふうに思っています。ゲルググもね、ちょっと迷ってるんですけども、まずドムに乗せて、グフとは違うのだよ、グフとは、と、ランバラルに言わせたいなというふうに思っています。で、あとはですね、まあ、このランバラルで言うと、ハモンとの、まあ、コラボというか、会話集が出ていて、今ね、ちょっと画面の方に出しましたけども、ハモンとランバラル、両方ね、今回歴史介入させていきたいというふうに思っています。
で、そのハモンさんなんですけども、ハモンさんは、今回ザンジバルに乗ってもらって、活躍をね、してもらいたいというふうに思っています。で、ハモンも育てれば、まあ、それなりに強いキャラクターにはなりますので、で、さらにね、ボンソンと同じ攻略校舎持っているので、指揮範囲内の部隊の命中率、プラス 30% がつくという強力なスキル持ちの、ハモンさんになります。あとですね、個人的に結構好きなのが、ドレン結構好きなんですよ。で、ドレンは、史実通りですね、ファールネルの方の指揮を取ってもらおうというふうに思っています。で、まあ、ドレンのところにはね、将来的には、シャアもね、合流させていければいいかなというふうに思っています。で、ここからね、黒い三連星ご紹介していきたいと思います。ガイアなんですが、まず、黒い三連星に乗せられる機体、ちょっと考えているのが、今画面に映している高機動型ギャン。もしくはね、ゲルググ、いずれも黒い三連星専用機を用意しようかなというふうに思っています。で、今映しているギャンの方なんですけど、まあ、ギャンというと格闘、まあメインのイメージありますけども、この黒い三連星仕様のギャンに関して言うと、一応ですね、速射砲、シールドミサイル装備していて、格闘戦だけじゃなくて、攻撃戦もこなせるというものになっていますね。で、ガイア、オルテガ、マッシュと続くんですが、いずれも3機連携のスキル、高速起動、ついていて、ガイア、オルテガ、マッシュ、それぞれ砲撃、格闘、で、今映っているマッシュに関しては狙撃のマスターまでのスキルがついているという強力な黒い三連星になります。まあ基本的にね、黒い三連星は3人タック、スタックさせて、常にね、行動を共にさせてあげるようにしたいなと思っています。で、マゼランクラスであれば、この三連星3機がジェットストリームアタックかければ大概落とせますね。もちろん、ホワイトベースとか、艦長乗り、優秀パイロットが乗っている、優秀な艦長の乗っている、戦艦はね、なかなか落とせないということもあるんですが、基本的に無名の、艦長、無人機に関しては、このジェットストリームアタックで大概落とせます。でね、これはもう格闘まで行かずに、サラミスを落としたシーンですね。今映してますけども、これは、ゲルググとギャン2機という構成です。で、最後。フルフロンタルも今回投入します。フルフロンタル自身はね、そもそも一年戦争のキャラクターじゃないじゃんというのはもちろんあるんですが、まあ、シャアをね、模写したものだという以上は、当然この、一年戦争の時代にもジオン軍に実はいたんじゃないのかなというふうに思っていて、今回はこのフルフロンタルも登場させます。ただフルフロンタルの、上官、レウルーラ、もしくは上機、シナンジュ、これをね、歴史介入させると、もう、ゲームバランスが完全に壊れてしまうので、今回はね、グワジンに乗せます。というのと、あと、ちょっとだけね、シナンジュ乗せるには、歴史介入ポイントが足りなかったというのも、正直なところはあります。が、まあ、今回ね、このフルフロンタルも投入します。で、今回ね、今、旧キャラ、ご紹介しましたけども、これ以外にも、相当数のキャラクターを、介入させて、ドズル中将の親衛隊に、入ってもらうというところで今、着々とロケハンの方を進めていますので、ぜひぜひ本編始めるときにはですね、皆さん楽しんでいただければ嬉しいなということで、今回、まあ、予告宣伝兼ねた 120% 楽しむための予習動画ということで、キャラクターの紹介をお届けしました。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。